2008から2009シーズンの NBA。二千八から二千九シーズンの NBA は、NBA の63回目のシーズンである。ドラフトでは、デリック・ローズが、シカゴ・ブルズから全体1位指名を受けた。他には、マイケル・ビーズリー、OJ ・メイヨ、ラッセル・ウェストブルック、ケビン・ラブ、ダニーロ・ガリナリ、エリック・ゴードン、DJ ・オーバスティン、ブルック・ロペス、ロビン・ロペス、ロイ・ヒワート、 ジャベール・マーギー、JJ ・ヒクソン、ライアン・アンダーソン、コスタ・クーファス、サージ・イバーカ、ニコラス・バトゥム、ジョージ・ヒル、ニコラ・ペコビッチ、デアンドレ、ジョーダン、オメル・アーシク、ルック・バー・ムーキー、ゴランド・ドラギッチなどが指名を受けている。オールスターには、D ・ローズ、R ・ウェストブルック、K ・ラブ、B ・ロペズ、R ・ヒバート、D ・ジョーダン、G ・ドラギッチの7人が選出されている。 ドラフト外選手には、レジー・ウィリアムズなどがいる。詳細は2008年の NBA ドラフトを参照。2006年に、スターバックスの創業者、ハロルド・シュルツから、オクラホマシティの実業家、クレイ・ベネットに売却された、シアトル・スーパーソニックスが、オクラホマシティにフランチャイズを移し、スーパーソニックス時代のチーム名、チームカラー、チームロゴなどは、シアトル市が保有することになったため、 オクラホマシティでのチームでは、すべてが一新され、オクラホマシティサンダーが誕生する。サンダーの2008から09シーズンのシーズンチケット1万3000席は5日で、完売した。イーストでは、前期優勝のセルティックスに、レブロン・ジェームス率いるキャバリアーズ、ドワイト・ハワード擁するマジックの三つどもえの争いとなったが、中でも、キャバリアーズの躍進は目覚ましかった。 キャバリアーズはシーズン前に獲得したモーリス・ウィリアムズが最後のピースとなりチーム記録となる66勝を挙げリーグ全体でも勝率主位に立った。またホークス、ヒートなど若いチームがプレーオフ戦線に躍り出る中で成功到底と呼ばれる時代にイーストでは唯一安定した強さを誇示してきたピストンズシーズン序盤のチャンシービラップス放出を機に転落が始まり 7シーズンぶりに勝率5割を下回った。ウエストでは、レイカーズの一人勝ち状態となった。コービー・ブライアンとパウガ・ソルラを中心に据えたチームの層の厚さが際立ち、他を圧倒してレベルの高いウエストで唯一の60勝以上を成した。また、ビラップスを獲得したナゲッツは、ウエスト2位の高位置につけ、前期に躍進の兆候を見せたブレイザーズも期待通りに、 プレイオフ進出を果たした。一方で、近年のウエストを牽引してきたスパーズ、マーベリックス、サンズは、かつてほどの強さが見られず、特にサンズは、大型トレード、ヘッドコーチ解任などの迷走を見せた末に、ついにプレイオフ進を逃した。ウエストは、例年通りのハイレベルの争いとなり、50勝代2後チームがひしめく一方で、 ウエスト9位のサンズと10位のウォリアーズのゲーム差は17に上り、チーム間の格差が鮮明となった。90年代以降リーグはディフェンスを重視する、チーム作りが主流となっていたが、2004から05シーズンのサンズのブレイクを機に、オフェンス志向の強いチームも増えていき、このシーズンのリーグ全体の1試合平均得点は1994から95シーズン以来の100点超えとなった。 また全体的に故障者が多いシーズンでもあり、多くのヘッドコーチが戦力のやりくりに頭を悩ませた。カンファレンス決勝、カンファレンス決勝、レイカーズの現状は2004年のシャキール・オニールの遺跡に遡る。オニールとコービー・ブライアントのデュオで2000年代初頭に3連覇を達成したレイカーズだが、両者の関係は良好とは言えず、 仲互いという形でオニールはレイカーズを離れ、オニールブライアントの2等体制から、ブライアントの1等体制となったレイカーズは、以後牽制を失い、オニールが離れた2004から05シーズンは11年ぶりのプレーオフ不出場という屈辱を味わった。2005年には3連覇時代のヘッドコーチ、フィル・ジャクソンがレイカーズに復帰し、レイカーズも1シーズンを置いて、プレーオフに復帰した。 ブライアントは2年連続で得点王に輝くなど、その評価を不動のものとしていたが、しかしプレーオフでは1回戦敗退が続き、ブライアントは勝てないチームに不満をあらわにするようになった。空中分解の兆候が見えてきたレイカーズだったが、ブライアントの一等体制となって4年目の2007から08シーズンは、アンドリュー・バイナムの成長や3連覇時代を知るデレック。 フィッシャーのレカーズ復帰、また、ブライアントのリーダーとしての成長などで着実に、戦力が向上し、シーズン序盤を快調な滑り出しを見せた。そしてこのシーズン中に、レーカーズに、劇的な変化をもたらす重要なトレードが行われた。パウがソルの獲得である。リーグ有数のビッグマンである。がソルをほとんど無償で手に入れたこのトレードは、レーカーズを、 プレイオフ1回戦止まりのチームから優勝を狙えるチームへと変貌させた。プレイオフではファイナルまで勝ち進み、永遠のライバルボストンセルティックスと21年ぶりの頂上決が実現。惜しくも優勝はならなかったが、新シーズンの2008から09シーズンのレイカーズは優勝候補筆頭に挙げられた。そしてレイカーズは周囲の期待通り、レギュラーシーズンをカンファレンストップの成績で終え、 プレイオフでは、多少のつまずきはあったものの順調にファイナルに、勝ち進んだのである。レイカーズのエースは、今や押しも押されもしないスーパースター、コービー・ブライアント。彼の新しい相棒として、インサイドを固めるスペイン出身のパウガソルは、ジャクソン・ウィーチ・シーが標榜する、トライアングル・オフェンスにも早い段階で理解を示した。ブライアントのスコッティ・ピッペンになることを期待されていた。 ラマー・オドムは、このシーズンから、シックスマンという新しい役割を与えられ、彼が、セカンドユニットを率いることでレイカーズは、どの時間帯でも、戦力を落とさずタチームを圧倒することができた。ブライアントの古き名優、デレック・フィッシャーは、タイムリーな 3P シュートと、ディフェンスで、ブライアントの負担を軽減できる存在だった。ベンチからは、シューターのサンシャブやチッチ、クレバーなプレーが、 持ち味のルーク・ウォルトン、重要な時間帯に印象的なプレーができるトレバー・アリーザラがチームを支える。レイカーズ4人目のピースとなるはずだったバイラムはレギュラーシーズンも32試合を欠場し、プレーオフ期間中も出場時間を制限され目だった活躍はできなかったが、彼の穴を埋めるにあまりあるほどにレイカーズの選手層は充実していた。マジックの近況も シャキール・オニールの遺跡抜きには語れない。オニールとペニー・ハーダウェイのデュオで1995年にはファイナルまで進出したマジックだったが、やはり両者の関係は良好とは言えず、1996年にオニールがレイカーズに遺跡し、その後、ハーダウェイの故障などでチームは衰退した。以後、チームの主役はトレーシー・マグレディ、グラントヒル、スティーブ・フランシスラに移っていったが、 かつての輝きを取り戻すことはできず、2000年代前半は低迷に苦しんだ。マジックにとって2004年は重要な契機となった。この年のドラフトで一位指名権を持っていたマジックは、高校を卒業したばかりのビッグマン、ドワイト・ハワードを指名。さらにジャミー・ア・ネルソンも指名し、フリーエージェントのヘド、ターコルーも獲得。 後のチームの流星につながる各のメンバーが揃い始めたのである。ハワードはそう待たずして、リーグ有数のセンターに成長を遂げ、いつしかオニールの後継者と呼ばれるようになり、パワータイプのセンターが極端に不足していると言われる時代、ゴール下では圧倒的な強さを見せるようになった。2007年には、スタンバンガンデを新 h c に、昇平。 さらに名シューターのラシャード・ルイスもチームに合流。大きく戦力アップを果たしたマジックは2007から08シーズンには12年ぶりの地区優勝を遂げた。そして新シーズンの2008から09シーズンはレギュラーシーズンを59勝の好成績で終えるとプレイオフではカンファレンス決勝でクリーブランド・キャバリアーズを破り14年ぶりのファイナル進出を果たした。 マジックは、スーパーマンの異名を持つドワイト・ハワードを、インサイドの絶対的守護神に据え、その周囲をすべてシューターで固めるという極端な、戦力バランスが特徴である。超新フォワードコンビのヘド、ターコルート、ラシャード、ルイス、ルーキー・イヤーから、見事に先発の座を射止めたコートニー・リーは、皆さん p シューターであり、またこのシーズンに、大きな成長を見せたジャミー・アネルソンも 3P シュートの、 技術を大幅に向上させていた。さらに新戦力のミカエル・ピートラス、3年目にして、ようやく戦力になり始めた元カレジスターの JJ、レディックもシューターだった。シーズン中にはネルソンが惜しくも故障で、戦線離脱し、プレーオフ期間中もここまで全球したが、シーズン中のトレードで獲得したベテラン PG のイファー、アルストンが彼の穴を埋めた。前年、6年ぶりの優勝と、 新しい称号、そして自身への正当な評価を求めて、ファイナルに臨んだブライアントは、新生セ,セルティックスの前に散った。迎えた新シーズン、雪辱に燃えるコービー・ブライアントは、レギュラーシーズン中も、プレーオフ期間中も常に厳しい表情を浮かべ、決して油断を見せることなく、時にチームメイトを知ったした。ファイナルでは、 平均32.4得点5.6リバウンド7.4アシストと目覚ましい活躍を見せたブライアントはマジックを下しファイナル制覇を成し遂げ二人の娘に祝福されながら自身初のファイナル MVP の称号を受け取った時満面の笑みを浮かべたこれで4回目の優勝となったブライアントだったが今回の優勝は過去の3回と比べても別格の喜びだった 彼の手元に3つのチャンピオンリングがあるのは、オニールのおかげという周囲の声に大きな不満を持っていたブライアントは、彼らが間違っていたと証明できて、最高に嬉しいとコメントした。これでブライアントは、オリンピック金メダル、得点王、シーズン MVP、オールスター MVP、ファイナル MVP と、獲得可能なエコーは全て手に入れたことになり、その評価を、ますます不動のものとした。 インサイドの柱として、ハワードに対して見事なディフェンスを見せた、パウガソルは、2006年の世界選手権優勝、大会 MVP 以来の嬉しい、ビッグタイトル獲得だった。オニールとのトレードで、レイカーズに移籍し、以来ブライアントとクラクを共にしてきたラーマーオドムは、キャリア10年目にして、初の優勝、ブライアントと栄光を共にするフィッシャーは4回目の、U だった。 そして10回目の優勝を成し遂げたフィル・ジャクソンは、伝説的なコーチ、レッド・アワーバックを抜いて、ヘッドコーチとしては、歴代優勝回数単独1位となった。ドワイト・ハワードは、ファイナル平均15.4得点15.2、リバウンド4.0ブロックと、リバウンド、ブロックでは、素晴らしい数字を残したが、レイカーズの組織的なディフェンスの前に得点が伸び悩み、 フールドゴール成功率も48.8%と、レギュラーシーズンの数字を大きく下回った。またマジック自慢のシューター陣も不発に終わり、ファイナル期間中の 3P シュート成功率は33.0%に止まっている。ハワードに 3P シュートと、マジックの最大の強みである2つの武器が、同時に封じられたマジックがこのシリーズに勝利することは、困難だった。 またジャミー・アネルソンの電撃復帰もチームにフィットしていた、レイファー・アルストンの戦力をスポイルしてしまうことになり、むしろチームにとってはマイナスに働いてしまった。とはいえ、現体制になってわずか2年目のこのシーズンに、ボストン・セルティックス、クリーブランド・キャバリアーズとイーストの2大巨頭を破ってのファイナル進出は満足すべき結果でもあった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。